て。今朝なんか力んでる。はい。で、うんちは？うんちは出てなくて、ずっとあのお尻の赤い部分が、はいはい、膨らんでます。はい、まだ若いんですよね。この5月で2歳、まだ2歳になってないんですよね。まだ2歳じゃない。病歴はなし。はい。手乗りですか？手乗りです。そうか。くちばしの色はちょっとだけ。こんなもんです、この子のくちばし。他にも文鳥飼ってらっしゃるんですよね。あ、はい、もう一匹います。その子と比べてどう？うーん、そんなに変わらない。なんか白っぽいなと、二人ともなんですけど、最近この上の方が白い感じをしてるなと思ってました。よいしょ。あんまり連れてきたことがないので病院に。あ、本当初めてだ。びっくりだよね、この子。28g で、27か。27g。はい。27g。はい、体重計ちょっと外していい？はい。ああ、膨らんでますね。触っています。あんまり強く押さないです。なんかさ、ここに卵がここまで来てるから、はい、卵詰まり卵食、はい、OK。 ちょっとそれとあとご飯食べてますかね。今日はちょっとあんまり注視してなかったので、普段通りです。最近卵産んだのはいつです？あ、一回も産んでないです。あ、一回も産んでない、はい、初めてで、はい、なんかよく発情してる動きはしてたので。一応ご飯は少し入ってますね、これ。はい、これ1番目の胃袋でそのと言います、はい、ちょっとだけ入ってます、はい、20% ぐらいは入ってる、はい、だけどこれがいかんねん。その顔ちょうだい。卵足まだ足は冷たくなってないからさ、はい、これが長く続くと足冷たくなって、はい、体温下がってきちゃうから、はい、はい、よし、 OK。もう一回ちょっとインキュベーターに入れましょう。うん、入れて、で撮影して、その、これで。あ、一回止めないとダメか。